はい、皆さん、こんにちは。最近部屋を整理してたら、ね、クリアファイルがラブライブのものだけでなんと20枚以上出てきた、浩平です。というわけでですね、今回は、まあ、楽しみっていうかね、自分自身でやりたいっていうのは気持ちあるんですけど、なんかね、ね、やりたくないっていうちょっと気持ちもある。ちょっとね、そういう複雑な状況に置かれる、まあね、企画なんですけれども、本日12月13日、ね、本日はね、あれのね、当落結果が発表される日です。そう、スクフェスコラボシングル、ジングルベルが止まらないの発売記念イベントとして行われる、ミニライブですね。豊洲ピットで行われるミニライブの抽選結果が出る日です。いやー、楽しみだね。なんかね、すごい緊張するっていうのもあるんだけれども、まあでもね、これをね、言っちゃったらちょっと失礼かもしれないけれども、アクアライブほどはね、緊張は意外としません。はい。ね、やっぱりアクアライブっていうのは一つの区切りだからさ、ライブっていうのはもうそのデカデカとやるね、ものはやっぱ区切りだから大きな。うん。で、それとこれとはやっぱり話は僕は別だなと、まあ思ってはいます。それにしてもね、あれね、二次選考ね、皆さん今頑張っていらっしゃるかと思います。本当にね、あれ、当たることを本当にね、心底願ってるばかりでございます。やっぱね、自分もね、知り合いがね、いっぱいね、当たってくれた方がいいと思ってるんで、それにね、リスナーさんもそうですよ。当たってほしいと思ってるんでね、本当に当選することになっております。というわけでですね、じゃあ早速ね、ミニライブの当落結果の方を見ていきたいなと思います。ちなみに言うとね、今回はね、ユニコーンは流しませんよ。はい、ユニコーンは流しません。はい。じゃあ早速見ていきたいなと思います。やばいね。メールが来てますね。はい。見たいと思います。ラブライブサンシャインスマートフォンゲーム、ラブライブスクールアイドルフェスティバルアクアコラボシングル、ジングルベルが止まらないの発売記念イベントにご応募いただきありがとうございました。この度ご応募いただきました、スマートフォンゲームスクールフェスコラボシングル、ジングルベルが止まらない発売記念イベントの第一件公演総数に見事当選されました。歌って、嘘でしょ？ですね、ちょっともう、ほんと怒られそうなんで、俺ほんと殺されそうなんだけど、マジで、すいません、ほんとに皆さん、すいませんでした。ほんとに皆さん、すいません、ちょっとマジで、ちょっと、運良すぎだろうっていうのはあるんですけど、第1回公演コースということでですね、午後から行われる回ですね、に当たりました。はい。俺さ、別に、ジングルベルが止まらない、別に俺、CD 積んだわけでもないんですけどね。ちょっと、なんか何とも言えない状況でございます。ということでですね、行きます、当日。はい。ちょっと、やばい。ちょっと信じらんないわ、本当に。はい。はい、すいません。失礼しました。ということでですね、具体的に、ね、チェックしていきたいなと思います。ね、整理番号と、当選シリアル番号がですね、書いてありますね。はい。まあちょっとね、これは見せらんないんですけれども、ね、なんか、整理番号ごとにですかね、集合時間が、違うらしいです。はい。でですね、僕のね、集合時間も、まあ一応書いてありますね。はい。まあ、その会場のね、時間が確か14時半なんですけれども、それよりも前にね、集まってくれというふうな指示が出されております。そこでですね、本人確認をしつつ、それでチケットを受け取ると。いう感じですかね。リストバンドですかね。リストバンドをつけて、席が分けられるっていうか、ね、分けられるっていう感じだと思います。はい。そしてね、まあ、会場は豊洲ピットということで、本人確認の際に必要なものはですね、まあ、当選メール。こちらのメールですかね。そして、スクフェスの、シリアルナンバー入りチラシですかね。はい。ちょっと待って、チラシ、ちょっと待って、あるかな？大丈夫、よかった、当たった。びっくりした。もうほんとダメだね。うん。チラシもあります。はい。そして、もう一つは身分証ですね。はい。これらの3点が必要となっております。はい。まあなんでね、これらを持って、ね、
ていきたいなと思います。あ、で、そうだ、これも注意事項なんだけれども、これ当選された方向けのあのお知らせなんですけれども、なんかですね、こちら一応無料イベントなんですけれども、ドリンク代がですね、500円別でかかるということです。はい。なんでね、まあ、事実上500円、絶対持ってきてください。はい。ね、なんかドリンク代がこれ必ず必要になるそうです。はい。なんでね、これはちょっと皆さんね、ご了承いただければなと思っております。ということでね、いやーまさか当たるとは思っても見なかった。俺ね、まあまあまあ、運試しにやればいいかなみたいな風に思ってたんですけど、まさかの当選っていうね。で、しかもですね、これ余談なんですけれども、ね、今度の、ね、日曜日ですかね。今度の日曜日の、スガコラボカフェ、こちらにも当選いたしまして、ね、日曜日なのに、なんで当たんだよっていう、ちょっと、なんか、最近、ついてなさすぎだろうっていう、運良すぎだろうっていうことばっかりなんで、ちょっとね、本当にこの分じゃね、もう逆に人から友達とかが嫌われそうなレベルなんですけれどもね。はい。はい、ということでですね、ちょっと、だいぶ話が長くなってしまいましたが、今回はですね、アクアの、クリスマス、ミニライブですかね。ミニライブの当落結果をですね、見てみました。まさかの当たると思っても見ませんでした。はい。100% 外れると思ってました。というわけでですね、皆さんここまでご視聴いただきありがとうございました。よろしければチャンネル登録&グッドボタンよろしくお願いいたします。というわけで皆さんさよなら、バイバイ。